キム・フィルビー・ドナルド・マクリーン・ケンブリッジ5は、戦艦期から1950年代にかけて、イギリスで活動したソビート連邦のスパイも、暗号名から少なくとも5人のスパイが存在したことが分かっており、そのうち4人は、キム・フィルビー、ドナルド・マクリーン、ガイバージェス、アンソニー・ブラントであると判明している。残りの1人は、ジョン・ケアン・クロスと見られている。 5人とも1930年代にケンブリッジ大学で学んだことからケンブリッジ5と呼ばれる。彼らのリクルートは、情報市場、外国情報機関による最も成功した例と言われ、ロシアでは大物5人組と呼ばれた。メンバーは1930年代にケンブリッジ大学において共産主義を信奉するようになり、ソ連の情報当局のリクルート担当からの勧誘によって、 スパイとして活動するようになった。イギリスの外務省や魅力などの職員であったメンバーは、イギリスとその同盟国の外交、軍事、情報などに関わる大量の情報をソ連に手渡した。彼らのスパイ活動は1950年代に露見し、メンバーの多くがソ連に亡命した。特にソ連スパイの情報、亡命統合人の母国潜入工作、ベルリンのゴールド作戦などは、 一件を除きすべての情報がフィルビーを通ったため、頓挫したり処刑されたりした。ブラント、バージェス、ケアンクロスは、ケンブリッジ大学トリニティカレッジとキングズカレッジのエリートサークルである、ケンブリッジ首都会のメンバーだった。ありがとうございます。